クイーンズピー、どうもカンタです。先日全国最強の高校生フリースタイラーを決める大会、高校生ラップ選手権が約3年ぶりに復活することが発表されました。高校生ラップ選手権というと MC バトルブームの火付け役、これまでの優勝者もとんでもなく豪華なメンバーばかりです。以前の動画では高校生ラップ選手権の優勝者を全員紹介しましたが、今日の動画では高校生ラップ選手権の史上最強の王者を決めていこうと思います。決める基準としては先週行ったコミュニティ投稿と僕の完全な主観になります。かなり主観が強くなると思うので、皆さんの中でのトップ5も教えてください。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。第5位ナインフォー。第5位にランクインしたのが第11回高校生ラップ選手権の王者ナインフォーさんです。ナインフォーさんというと神奈川県横浜市出身のラッパー。第8回第9回と予選に応募しますが、いずれも本戦に出場することができず、年齢制限の問題で最後の大会となった第11回高校生ラップ選手権では予選を見事にトップ通過。仙台ピットで行われた第11回高校生ラップ選手権本戦においても1回戦で京都のライマー未明さんを倒し、2回戦でシャバズさん、準決勝では北海道から当時新生として参戦したモグラさんを倒し、決勝ではそれまでも対戦経験があった東京のラッパーコアボーイさんに勝利し、初の栄冠をつかみ取る結果になりました。ナインフォーさんというとラップのスキルが全てにおいてトップレベルに高いラッパー。ライミングスキル、フロー、バイブス、どれをとっても一級品です。さらに頭の良さを生かした頭脳明晰な返しが見ていて面白かったですよね。特に2回戦のシャバズさんとのバトルで見せた数字ネタ、システムバット8マイル超えれば俺の数字だ、ここで自分の名前のナインフォーをかけているところがめちゃくちゃうまいですし、さらにあとは中指でプラスワン、銃を突きつけるぜお前のこめかみ、銃で撃たれて手に飛び立つという完璧すぎるアンサーを見せました。これをバトルで戦いながら考えついてるってちょっと頭おかしいですよ。もちろんいい意味でです。そんなナインフォーさんが5位にランクインした理由としては、もちろん高校スラップ選手権での活躍もありますが、その後アンダー22を中心とする様々な MC バトルで実績を残したというところです。高校スラップ選手権で優勝した翌年、アンダー22 MC バトルで優勝し、その後 MC バトルの強豪が集う大会戦国 MC バトルの17勝でベスト8にも残っています。 MC 松島さんや内科 MC さんを10代にして倒していますからね。実際に2017年にはアンダー22で最強の MC はナインフォーさんなのではという声も多く上がっていたのを覚えています。そういった点から考えて第5位にランクインするのは妥当なのではないでしょうか。現在では音源をメインに活躍されていますからね、そちらにも注目していきたいところです。第4位ジョー。第4位にランクインしたのが第10回高校生ラップ選手権の王者ジョーさんです。ジョーさんが高校生ラップ選手権に初出場したのは第6回高校生ラップ選手権。当時の高校生ラップ選手権では密着映像の中でジョーさんがもともといじめられっ子であったということ、また当時は葬儀屋でアルバイトをしていたといった様々なエピソードやバックボーンを知ることができたところが面白かったですよね。大阪仕込みの硬いライミングスキルと彼にしかできない独特なフローを駆使して第6回高校生ラップ選手権1回戦では MC フロックさんを撃破、しかしながら2回戦にスヌーズさんに負けてしまい悔しい結果を味わいます。その後年齢制限で高校生ラップ選手権に出るチャンスはなくなってしまったと思いきや、あるチャンスがジョーさんに訪れます。それが武道館で行われた第10回高校生ラップ選手権。それまで行われた第1回第9回までの王者と視聴者の認知者投票によってオールスター戦のような形で行われたこの大会では、これまでの OB も高校生ラップ選手権に参加できるようになっていました。そんな中でジョーさんは第10回高校生ラップ選手権に認知者投票で滑り込むような形で出場。当時としては U to the Answer さんや T パブローさんといった MC たちが優勝候補に挙げられる中で、ジョーさんを優勝候補として挙げていた人は非常に少なかったように思えます。しかしながらダークホースとしてまさかの快進撃。1回戦では同じいじめられっ子であったシャラクさんを、2回戦では T パブローさんの弟ワイザーさんを、ベスト4では当時優勝候補と期待されていた U to the Answer さんを撃破し、決勝では高校生ラップ選手権の絶対王者 T パブローさんを撃破し見事に初優勝となりました。ジョーさんが4位にランクインした理由、それはこの第10回高校生ラップ選手権という一番過酷なトーナメントで優勝したからです。ティーバブローさん、ワイザーさんと兄弟で撃破し、さらに認知者投票でそこまでプロップスがない中で優勝するっていうのはさすがの一言につきます。第10回高校スラップ選手権で優勝後、 MC バトルの全国的な大会 UMB の大阪代表になっているということも第4位に選んだ理由として挙げられます。ジョーさんが1位だと予想している人も多かったのではないでしょうか。それでは残るベスト3は誰なのでしょうか。3位レッコ。3位にランクインしたのが第9回高校スラップ選手権の王者レッコさんです。レッコさんというとフリースタイルダンジョンの2代目モンスターとしてもおなじみですよね。卓越したライミングスキルとレッコさんの趣味でもある読書から培ったボキャブラリーで相手に対してマシンガンのようにライムを連打していくスタイルは見ていて非常に気持ちいいですよね。そんなレッコさんですが、ナインフォーさんと同じく高校スラップ選手権のオーディションに何度も落ち続けていたことを皆さんご存知でしょうか。第7回第8回といったオーディションに応募していたそうなのですが、その度に落選、ずっと悔しい思いを高校スラップ選手権に関してはされていたそうです。そんな中で最後の戦いとして挑んだ第9回高校スラップ選手権では、同じ年に愛知予選でヨフカルマさんを倒したという確かに実力をもとに予選を見事にトップ通過。当時はあまり有名ではなかったため優勝候補と予想する人は少なかったですが、1回戦のレオクマ戦でぶっちぎってやるその花ピアスというパンチラインを流し会場をどっと沸かせます。そこから2回戦ではサンタさん、ベスト4ではGヤードさんを倒し決勝に進みます。決勝は当時から MC バトルで様々な功績を残していたリックジさん、当時から最も優勝候補と呼ばれていたのはこの男でした。そしてこの2人
人はインフミヤ組合一網打尽のビートの上で高校セタップ選手権の歴史に残るようなベストバウトを繰り広げます。そして判定としては勝利したのはレッコさん、見事に第9回高校セタップ選手権の王者をつかみ取ります。レッコさんが第3位にランクインした理由としては、やはり決勝戦でのインパクトが僕の中で忘れられないという理由です。その後フリースタイルダンジョンの2代目モンスターにもなられていますし、 UMB では岐阜代表にもなっていますからね。確かな実力をもとに第3位にランクインさせていただきました。第2位 MC にがり AKA 赤い稲妻、見事に2位にランクインしたのが第6回第7回の高校セタップ選手権王者 MC にがり AKA 赤い稲妻さんです。にがりさんというと唯一の高校セタップ選手権連覇者であり、高校セタップ選手権ブームを作った一人でもあります。初の参加となったのは第3回高校セタップ選手権、当時はまだ全く無名の長野のラッパーといった立ち位置でありながら、全身真っ赤な服装と熱すぎるバイブスで一気に注目を集めました。特に第2回高校セラップ選手権の準優勝者ゴメスさんを倒したことで、次世代の高校セラップ選手権を背負っていくリーダー的な立ち位置になっていきましたよね。その後第4回第5回と出場しますが、惜しくも敗退。リベンジの気持ちで臨んだ第6回高校セラップ選手権では、初の生放送で高校セラップ選手権が行われ、高校セラップ選手権という番組への注目が一番高まっていた時期でもありました。そんな中で決勝でルードルファーさんとの感動の試合を繰り広げ、見事に初優勝。その後 UMB 東京予選でも東京代表に選ばれ、続く第7回高校セラップ選手権でも見事に決勝にまで勝ち上がり、北海道から出場し北の新星と呼ばれていたラッパー U2 The Answer さんに延長の末に勝利し、見事に初の2連覇チャンピオンとなりました。にがりさんというと、その後年齢制限がなくなった MC バトルでも数々の活躍をされていますよね。特に昨年行われた UMB 2021での優勝は、本戦8回出場の末に勝ち取った勝利であり、3度目の正直ならぬ8度目の正直でした。本当に2021年下半期のにがりさんは化け物じみた強さでしたね。まさに信州信濃が生んだラップモンスターだと思います。やはりにがりさんというとね、高校セラップ選手権唯一の2連覇チャンピオンであり、なおかつ高校生ラップ選手権という番組を盛り上げたという点でも最強王者の一人に数えられるのではないかなというふうに思います。やっぱりにがりさんから MC バトルを知ったって人もたくさんいるんじゃないかと思いますからね。それでは第1位は一体誰なのでしょうか。第1位 T パブロ、そして第1位にランクインしたのが、やはり高校生ラップ選手権といえばこの人を欠かすことはできません、 T パブロさんです。 T パブロさんというと第1回そして第4回の高校生ラップ選手権王者です。2回優勝しているのは先ほど紹介したにがりさんと T パブロさんだけですからね。番組の趣旨やコンセプトが全く決まっていなかった第1回高校生ラップ選手権から参加し、当時は K9 という名前で圧倒的なスキルを披露、まさに超高校生級のラッパーとして記念すべき第1回高校生ラップ選手権を優勝しました。その後第2回第3回と参加はされませんでしたが、第4回でまさかの凱旋、弟のワイザーさんのサポートなどもあったそうで、第4回高校生ラップ選手権には帰ってきたチャンピオンとして見事に優勝。特にベスト4での柏さんとのベストバウトに関しては、柏さんのレゲエ調のフローと T パブローさんの早口フローが大きく話題になったのを覚えています。なめたらあかんぜ関西勢のところと、 T パブローさんのお前の優勝妨げるの手の動きなんかは、当時の高校セラップ選手権を見ていた人だったら真似したことがあるのではないでしょうか。その後高校セラップ選手権での優勝とスター性が認められ、初代モンスターのメンバーに就任。音源の方の活動においても、ワイザーさんとの兄弟ユニットツーウィンでの活動から、川崎を中心に活動するヒップホップクルーバッドホップの活動へと、うまく方向転換していきながらプロップスを得ていきました。23歳で日本武道館で公演していますからね。日本のヒップホップ界における宝とも言えるようなアーティストだと思います。 T パブローさんを1位にした理由としては、もちろん2回優勝したこともありますが、圧倒的カリスマ性と、その後の第10回高校セラップ選手権においてもオールスター戦で準優勝したというところが挙げられます。それに加えて、これは全く僕の個人の主観になりますが、やっぱり高校セラップ選手権の絶対王者っていうと T パブローさんなんですよね。そこの部分はイメージとしても僕の中でブレないかなと思ったので、今回1位にさせていただきました。というわけで高校セラップ選手権の最強王者決定戦をお送りしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。動画の冒頭にも伝えましたが、あくまでこれは僕の個人的な主観も入っているので、それはご了承ください。逆に皆さんの中でトップ5を僕は聞きたいので、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ファンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。今回惜しかった枠で言うと、やっぱりノベルコアさんですかね。第12回高校セラップ選手権で優勝して、その後第16回でも準優勝されているので、高校セラップ選手権の王者の中でもかなりトップレベルのスキルを持っている方だと思います。あとムカデさんもですかね。とにかく皆さんのランキング良かったら聞かせてください。